クレチャンネル始まるよ。来年辰年。いやそうなんですよね。来年は辰ですよ。龍。龍。龍龍。え辰だから龍だよ。龍ドラゴン。ドラゴン。ドラゴン。そうだドラゴンだよ。シェンロン。シェンロンもドラゴン。カイドウ。カイドウもドラゴン。合ってる全部。合ってるだけ何そのドラゴンとリンクさせようと。チャラ社長白メガネもない辰年。辰辰辰。いや結構だからうちの世代辰年なんだよね。辰よもう。え待って辰年ってさだから12年前が年男ってことだったんだ。そうそうそう。だからうちらが社会人2年目。あそういう感じだった。はい。なんか年男っていいことあるのかな。いや多分ない。いやなんかありそうじゃない。なんかないのかな。いやないと思うな。あの厄年とかって良くないって言うじゃん。はいはい、年男って何なんだろうね。確かに年男って何なんですかね。何なんだろうね。ちょうどなんかねうちのお母さんにあんた来年年男じゃないって言われて、あ俺厄年かと思ったの。いや42歳ぐらいじゃないかなって思ってて。あ30代ないからね。ねでよくよくなんか思って、はい、あなるほどねと思って。初年でかって。ただ単に疑問だよね。いやただ自分の順番が回ってきたっていうそのうるしさだけなんですか、まあ、結局ね、そう思うか思わないだからね。そうそうそう、まあ、いつも通りと思ったらいつも通りだね。そうそうそういつも通りじゃあいつも通りいいことあるな。はいあるあるということで今回ね、はい、猫の寝袋ワッサンマスコットフィギュア。猫の寝袋ワッサン、うん、いいですね。これねもうパッと見てわかるでしょ、うん、まあ、パッもうスッと見たら分かるね。スッとしちゃう。もうスッと見たら分かる。パでよくね。あ、うん、スッとスレスは寝てるかもね。そう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 。確かにね。パッと寝てないでしょ。ね、パッと寝てるね。スッと寝てる。スッと寝てるね。確かにそれは言えるね。そうそうそうでこれね、チャラ社長がね、あの例のカフェ。例の？サンマルクカフェ。あーあの美味しいチョコクロのね。チョコクロ、チョコクロからのネコクロです。ああ、これ。怒られないようにしましょう。怒られないようにしましょう。あれすげー好きでさ、けどすごい好きだけどさ、昔さコンビニとかでもさチョコが入ってるやつあったじゃん。あーあったあったあった。あれもすげー好きで、あの板チョコがね。そうそうそう。あったあったあった。今でもあるでしょ絶対。いやどうなの、最近菓子パン食わないから。でまださあの板チョコのさアイスとかあるじゃん。板チョコのやつ ありますね。赤いパッケージの。あるあるある。とか俺チョコが好きなの。板のね。板の。でチョコクロ好きなんだけどあれカロリー高そうじゃん。高そう。だからあんまり食べないようにしてんだけど、うん、食べるタイミングで寝袋の感じで猫でやったら面白いなとクロワッサンがかかって寝袋の黒寝袋本当はこれ猫の根にしようと思ったの。寝袋の根を、はい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 、猫が寝袋に入ってクロワッサンになってるっていう、はい、ねえねえねえってことですね。ねえねえねえだね。なるほどね。そう、はいはい、そういうことでちょっと企画したんだけど、はいはいはい、これ ね、 いいね、ちょうどねチョコがねマットレスみたいになってるね。ほらわかる。すごいいい感じで、しかも前回サメワッサン作ったでしょ。はいはい、はい、作りましたね、うん、サメワッサン作ったからねクロワッサンの表現が上手くなってんだよね。あ、え他にクロワッサンなかったっけ。意外とクロワッサン作ってないかもね。ないか、うん、まあ、パンとかはありますよね。まあそうだね、パンとかか。だからフィギュアでクロワッサンの中作ってなくて。確かに確かに、うん、これすごい横から見た時のパックリ感がすごいいいでしょう、うん、ね、これね あったかそうよ。あったかそうでしょう、うん、これね。でこれがね、白猫ね。白猫。いやマジスヤスヤ寝てるでしょ、うん、であったかそう、ほんとね。あったかそう。これだから焼きたてパン焼きたてパン、焼きたてパンかな。けど焼きたてだったらさチョコレート溶けちゃうからね。いや確かに確かに、最悪だぜそれね。焼きたてワッサンですね。で続いてね、これが八割れね。八割れさん、うん、八割れ。いやなんかいい、ね、ちょっと味変みたいな感じ。そうだね、味変になってる、うん、裏もしっかりね焼き目入ってるからね。あ、焼いてますね。焼いてるよこれ。いや普通に可愛いね。しっかり焼いてるわこれ。しっかり焼いてるこれマジしっかり焼いてるよ。ほんとね、これねマジでチョコクロ食べたくなる。ね、なるよね。マジでなる。これほんとに再現度やばくない。やばい。これチョコクロじゃないけどクロワッサンの表現をしっかりやってるから、前回のサメワッサンをちゃんと生かして。いやほんとねこれ今回作らせて生かされてるわでしょ、うん、で続いてがこれがミケね。ほんとセイセイ似てるよね。やっぱりあの猫とかもさ造形するとき子猫の方が可愛いから。可愛いですね、うん、なるべく等身大もちょっとちっちゃく、はいはい、子猫っぽく表現するとより可愛く見えるから。確かにツルッとしてますね、なんかね、うん、猫ちゃんはほんと可愛いですわ。なんか幸せそうだね。何の夢見てんだろうね。クロワッサンいっぱい食べてもうデブじゃんもうそんなクロワッサンばっかりしたらね。可愛いね、ほんとね、うん、で続いてこれ真っ黒だな。黒猫チョコに ね、 ね、チョコに黒はやばいね。いいね。でこれチョコのこれ光沢感もさあ、ほんとだ、うまそうだね。チョコに光沢感ってすっげえうまそう。ベルギーチョコっぽくなる。でもなんかクロワッサンのやつってこうテカってますよね。 なんだね、油がついてるのかな。え、ちょっと焼かれてるからじゃないですか。そうなのかな。いいな、これマジさよくできてるわ、うん、よくできてる、うん、で続いてがトラね。あ、トラかわいいな。あー、トラね、同色でかわいい、うんうん、かわいい。もう並べる最高だよ。で最後が、サバってね。あー、いいでしょ。
ほら見て、よくない？本当小学6年生の修学旅行みたいな感じ。川の字に見ながら、ね。そう。いいじゃん。確かにね。すやすやれてね。これはね、本当オリジナル感あるんですね。これは。そうだ、これクオリアのオリジナルでね。これはいいですよ。まあ前も言ったけど、猫の商品結構作ってるから最近。ああ、最近で言うと通勤猫。通勤猫もね。あとはグレ猫。グレ猫。グレ猫。そんなもんか。いや、なんかあった気する、ね、あるね、意外とそんなもんか。けどこれからね、まだそう今仕込んでるからね。まあありますかね、はい。こちら12月発売、全6種300円で展開する予定なので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、今日紹介させてもらったのは猫の寝袋ワッサンマスコットフィギュアでした。クロスさん、食べに行きたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。